はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、サントリーのグランゴールド。グランドゴールドか。氷点ろ過。これどこで売ってたっけな？コンビニか。確かコンビニ。違うな。スーパーだ。新潟のね、スーパーで売ってました。飲み応え爽快。アルコール度数 5%。これは CGC グループという、CGC グループっていう、まあ、新潟だと、まあ、有名なスーパーで、魚六っていうのがあるんですけど、そこのグループのものです。ちなみにこれは、いわゆる第3のビールですね。リキュール、発泡性1。原材料が、発泡酒、爆芽、ホップ、糖類。スピリッツ、小麦、炭酸ガス、含有と、100% 天然水仕込みとなっております。粒入り麦芽使用、天然水 100% 仕込み、氷点ろ過製法使用、爽快な飲み応えをお楽しみください。見た目がね、すごいね、なんか、普通のビールっぽい、ね。これ前ね、飲んだことあるようなね、部類のね、見た目してんだよね。これなんだっけな。コンビニで売ってたね、ビールにね、非常に似てる。うん。なんだったか忘れましたけど。すげえ、コンビニのね、ビールにね、第3のビールじゃない、普通の生ビールに非常に、見た目が似てる。ですが。まあいいや、乾杯。だってなんか普通のような気もするなぁ。なんか、特に、あんまり、あれもないんですけど。あ、これだ。サントリーのね、エクストラリッチっていうね、こう生ビールに、ね、このね、このなんか、エンブレムみたいなの、の形がすげえ似てるんですよ。グランゴールド。グランドゴールド。サントリー。選別された二条大麦の粒入り麦芽使用。素材の旨味を引き出す天然水 100% 仕込み。麦の旨味を引き出すデコクション製法。これよく聞きますね。透過工程で麦汁を煮沸する。煮沸する製法。ホップの苦味と香りを引き立てる二段階ホップ仕込み。氷点以下、0度以下の温度に下げてろ過する、氷点ろ過製法だそうです。普通に結構酸味も若干強めの、あれですね、ビールです。ビールというか、第3のビールですね。微妙だな。
別に氷点炉かとか、そのなんか、ね、いろいろなんか、あるじゃないですか。なんか、いろいろ使われてるのは分かったんだけど、別に、だからといってなんか、こう、変わったことというか、あ、すげえ、違うっていうほどの、味はちょっと感じられない。ですね。あと関係ないんですけど、第3のビールで、丸ごと国産っていう、数量限定丸ごと国産っていうビールがあるみたいなんですけど、第3のビールね。札幌から出てるやつ。これどうやら、俺の地域で、新潟県では売ってないみたいで。ちょっと飲んでみたかったんですけど、割と場所が限定されてて、らしいです。丸ごと国産ね。場所限定プラス、あれです。数量限定なんで、これ東京とかだと普通に売ってるらしいんですけど、こちら辺では売ってない。まあ、こちら辺っていうか、多分新潟県だけなんか、そこら辺だと売ってないみたいな感じ。多分ね、他のとこだと結構売ってるみたいですね。あと関係ないけど、恵比寿のギフト限定発売ビールの恵比寿夏のコク。がちょっと飲んでみたいんですが、まあこれギフト限定なんで多分飲めない。多分飲めない。これね結構ね、さっき言った札幌の丸ごと国産。これ生ビールですね。あれ俺さっき第3のビールって言った？ごめん、ただな、あ、生ビールです。丸ごと国産が生ビール。これはなかなか美味しいらしいという話です。グランドゴールドがちょっと、大した味じゃないんで、別の商品をちょっといろいろ模索したいと思いますが、別の商品の、ね、解説に移りますが、札幌ビールの、ビールですね。埼玉県産大麦の、彩りの星っていう大麦と、富良野産ホップのリトルスターっていうのを使用してるみたい。しかも4月22日発売っていうの、もう7月超えてる。売ってねえんじゃないの、これ。で、販売エリアが東京都と神奈川県と埼玉県と千葉県と山梨県と茨城県と、栃木県と群馬県です。ほとんど東京都内のあたり、中部あたりっていうか、関東全域ぐらい。関東全域ですね。中部は売ってないみたいですね。かなり期間、場所限定されてるみたいですね。まあ、場所限定プラス、数量限定のやつはなかなか珍しいんでね。東京、まあ、関東あたりに住んでる人は、ね、ぜひ飲んでみた方がいいんじゃないかなと、俺は思います。まあ、と言っても、まあ、ね、ビール好きなら大体飲んでると思います。これは、国産原料100%ビールとなっております。動画を見ます。原料作りからですね、真剣にやってるんだと。あ、いいね、今こうでいうものね。原料のところに関わって思いを込めてものを作ってるっていう。原料一つ一つにこだわってるというところで、麦も、ホップも自分たちで品種を作ってますんで、わ、社長が出てそうきいてうる、品動種を画作に。って国産でこれ札幌の、あ100%れというのか、はなかなか持ってない40、いや、50歳ぐらいの人ですね。埼玉の大麦は48歳ぐらいか。
札幌社員が、いや50歳ぐらいか、自分たちの手で育て収穫した、うわいいね、大麦とホップだけを使って作りました。大麦とホップだけだから別にあれではない、生あの麦 100% ビールではないです。原料から育てたビール、この新しい美味しさ、あなるほどね、ビールを愛する皆様に札幌丸ごと国産、種から社員が作りましたっていうコンセプトみたいです。つまり社員が、札幌社員がわざわざ現地へ行って収穫してっていうあれみたいですね。はあ、いいね。俺もこういうなんか酒造りに携わる仕事してみたいね。これはだいぶ農家に近いけどね、ビール作りとかね、麦作りですからね。かなり麦はもう、まあでもどれも同じか、日本酒でも同じか。うん。いや、こういうのも、まあ、稲。こういうのもすごい重労働ですからね。ほんとね。丸ごと国産が誕生するまでに関わった社員はなんと延べ1900人以上。大麦やホップの栽培、パッケージデザイン決定など担当した社員の声のもとに、ビール作りの流れを紹介していきますと。いろいろ書いてありますね。うわ、いいね、こういうのもね。もうなんといってもこういうの、札幌社員とかさ、札幌ビールとかさ、まあ俺だったらね、そうだな、ビール系だったらやっぱ、いや、どうだろう。朝日か、サントリーは嫌だから、朝日かやっぱキリンですね。やっぱキリンかな？安定のキリンですかね。キリンビールには勤めたいですけど、まあ無理です。ね。今更ね。まあでも、こういうのはやっぱり、いいと思います。うん。これはいいですね。まあ多分、オンラインショップとかで買えるのかもしれないね。山屋のとこで売ってる可能性が。もしかしたら、あるかもしれない。山屋。札幌。売ってるかな？売ってたら買いたいんだけど。なんとなくパッケージデザインがね、若干あれに似てるね。札幌のね、北海道生絞りっていう。これはあれ、確か、発泡酒だったな。に若干似てる。あ、ねえわ。売ってねえ。はい、売ってなーい。でまあ、せん。まあ、ちょっとね、まあ、数量限定プラス期間限定のやつはかなり珍しいんでね。うん。これはなかなか、飲んでみたかったなと、つくづく、思う、ビールでございます。まあ、で、関係ないんですけど、このサントリーのグランドゴールドは別に、氷点ろ過とかね、なんかいろいろ書いてますけど、まあ、所詮、第三のビール。まあ、金麦とかにはかなわないレベルかなと。思わんでもないけど、まあ、でもこれ数量限定とか書いてないから、まあ別にまあ、はあ、はあ、はあ、ってぐらいですけど、やっぱり若干ちょっとコクが足りないのと、飲み応え爽快、確かにね、結構、どちらかというとコク重視よか、やっぱ、飲み応え重視っていうか、
切れ重視とかそっち系なんで、あんまり俺はいいかなといった感じはします。香りとかも別に特にそこまで感じませんので、まあこれはうん、まあ普通ぐらいでしょ。うん。よいしょ。それでは50分、ちゃうわ。2333で。まあ、普通の。うん。もうこういうね、俺ね、俺のいいところはね、結局こういう氷点炉下とかね、なんとかかんとか、なんとか製法とかね、いろいろ歌ってますけど、結局のところ、最終的に目をつぶって、まあ、そういうのを一切考えずに飲んだ結果、うまいかまずいか、普通か、ぐらいの感じで、こう、評価していくんで。まあ、あと値段ですね。結構これも重要です。値段。値段と、うまいかまずいか、普通か。この4つぐらいで、まあ、大体判断していくんでね。まあこれがバカ高かったりすると、まあ、いわゆる山崎とかね、白州とか、あっち系のレベルになると、もう、まあね、ブチ切れてくるわけなんですけど、そんなこんなで、ご視聴ありがとうございました。